港内いたり、熊本方面、右側一番線武蔵塚駅は、熊本県熊本市北区立田町湯気にある、九州旅客鉄道法被本線の駅である。隣の光の森駅と同様、定期列車は特急を含め全て停車する。近くに所在する、宮本武蔵の墓とされる武蔵塚による、相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。互いのホームは、 校内踏切で連絡している。JR 九州鉄道営業が駅業務を行う業務委託駅で緑の窓口が設置されている。2012年12月1日より守護課が利用可能となったが、当駅に自動改札機の設置は行われず IC の読み取り機のみ設置している。窓口の営業時間6時40分19時、7時19時2015年度までは、 熊本市統計所による2016年度分からは JR 九州のサイトで公表されている乗車人員数データに基づく2019年度の1日平均乗車人員は2254人である2006年の光の森駅の開業で利用客が分散したことにより同年以降乗車人員は大幅に減少しているが最近はまた増加している 住宅団地が広がっている。武蔵塚、駅前武蔵が、丘団地入り口武蔵小学校前武蔵が丘。ありがとうございます。